こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。豪州潜水艦計画をこの静かなる防衛ではたびたび取り上げてきた。だが、現在、豪州が一番配慮して、導入先を決めた仏製原子力潜水艦を通常動力型潜水艦に置き換え、豪州自国建造潜水艦として導入計画がここへ来て変化してきた。それは中国に最も配慮したはずだったが、世界で中国疎渡しが行われている。南シナ海や香港問題で、ようやく世界が気づき恥じた。豪州自国建造潜水艦は、では、なぜ、原子力潜水艦をそのまま、建造しないのだろうかと、疑問に感じる。だが、どうしても、豪州自体の国内情勢もあり、原子力潜水艦を建造できない。理由がそこにはあった。今回はその理由について詳しく話していこう。日本も最終選考まで残っていたよね。今年ほど注目された年はかつてないであろう。潜水艦黒潮が東シナ海での任務をこなしているのは驚くべきことである。豪州も日本の潜水艦を選んでいれば今頃建造していたかもしれない。仏との連携がうまく進んでいない状況は今もなお続く。現在、世界中で採用されている潜水艦は大別すると2種類ある。一つは原子力潜水艦、もう一つは通常動力潜水艦である。原子力潜水艦を有するのはアメリカ、ロシア、イギリス、中国である。この潜水艦において、首位のアメリカに劣らず、ロシアも相当の技術力を有している。日本が建造しているのが通常動力潜水艦の方だが、日本は世界で初めてリチウムイオン電池を搭載する潜水艦を作り出した。世界における潜水艦開発競争で一歩前進したわけだが、これを可能にしたのが、またまたスターリングエンジンなのである。通常動力潜水艦で、抜群の性能を有するのが日本とドイツだが、そのドイツは今では一隻も稼働していないし、動いてすらいない。なんとも悲しい現状である。一方、日本は潜水艦が多数配備されているが、常に任務についていて確実に運用されている。日本が海に囲まれているからであろう。オーストラリアが、なぜ、原子力潜水艦を選ばずに通常動力潜水艦を選んだのか。それは、放射性廃棄物に対する国民の根強い反発があったからである。言うまでもなく、オーストラリアは世界屈指のウラン産出国である。原子力に欠かせないウランが多く取れることで、原子力の開発が進み、度重なる実験が行われるようになった。ところが、これを機に、放射性廃棄物の処理に
懸念を抱く国民が増加したのである。2000年代後半に行われた世論調査によれば、放射性廃棄物を適切に処分する手段がないことを問題視し、原子力開発に反対する国民が多数を占めた。開発によって次々と発生する核のゴミが国内の至る場所に捨てられ、土地ひいては人体への悪影響を国民が恐れていることが明らかになったのである。今でも原子力反対の風は吹いている。そのため通常動力潜水艦の採用を余儀なくされた。原子力潜水艦だと話は早かったようにも感じるが、通常動力潜水艦を採用したことで十分に潜水艦を保有することは未だにできていない。ところで、そう、流型潜水艦の特徴は何か。それは、他の潜水艦とは、桁違いに深く進むことが可能な潜航能力である。従来の潜水艦は、鉛電池が主流であった。近年では、技術革新が進み、鉛電池よりも、各要素において高性能とされるリチウムイオン電池が採用されるようになった。そのリチウムイオン電池は今もなお進化を続け、海中連続航行性能が向上しているとのことである。また、特筆すべき点はそのステルス性能である。通常、潜水艦のスクリュープロペラを回転させる動力は蓄電池から供給されるエンジンによって発生した電力が蓄電池に蓄えられ、その電力が動力に変換される仕組みとなっている。これにより海中航行における騒音低減が実現し、安全保障のための監視活動や情報収集が容易となった。そう、流型潜水艦が潜れば、いわゆる海の忍者になるわけだが、どこで潜航しているのかわからない潜水艦は断然恐ろしい。東シナ海でもこれは証明されていることで、軍事力増強に注力している中国が探知できなかったことを鑑みても、その性能は赤であろう。潜水艦黒潮は旧型の潜水艦なのである。今となっては新型潜水艦による任務がごく普通のこととなっているが、性能の良さゆえにこの潜水艦を発見することは非常に困難であろう。オーストラリアのコリンズ級潜水艦は失敗であるために日本の高性能な潜水艦に注目が集まった。ところが現在オーストラリアが選んだのはフランスの潜水艦で、自国での生産もできる計画になっている。日本の場合は、自国での生産ができない。性能面では同じ潜水艦が、
手に入る予定であった。これはオーストラリアに技術力が備わっているとは限らないとして、日本政府も売る以上は、同じもので運用経験のある潜水艦を売る。しかし、スペックダウンした運用もしていない潜水艦では、信用もないと考えたのである。そこがネックとなっている。日本政府の中にも売らない方が良いと主張する人々もいて、すっと胸を撫で下ろしていることであろう。この結果で助かったと感じる人が多いのも事実である。大量生産ができれば、それだけ安く購入することもできるし、建造することも可能になってくる。決して悪いだけの話ではなく、良い面もあることは知っておきたい。今後、潜水艦の輸出話が出てくることも予想される。今オーストラリアは、後悔している人々は少なくない。それほど、そう、流型潜水艦は性能が良いのである。